エコスポーツ TV ご覧の皆さん、どうも。来年の目標は貯金を10万円しようと思っているフットボールスタジアム奈良カッチです。はい、ということで、できるか分かりませんが、とりあえずまあ来年の目標を掲げる時期に来たんじゃないでしょうかね。ということで今回はこちら。はい、12月10日明日ですね、発売予定になっております。お待たせしました、水野さんのゼロプラスシリーズ、こちらのご紹介をさせていただきます。はい、ということでゼロプラスシリーズですね、シューズをきれいに、清潔に、そして大切にということで、ゼロプラス今回この、セットですね、これが、シャンプーとミストとブラシですねのセットと、単品でこちらのシャンプーですね、1650円と、匂いの消臭ミストと、ブラシですね。はい、ちょっとおしゃれな感じでかっこいいんですが、はい、こちらのご紹介をさせていただきます。単品で言ったら550円のブラシと、ミストが、1430円ですね。でセットが1980円となっております。でどんなものかと言います、皆さんネットとかで見られたかもしれないんですが、特に注目したいところはシャンプーですかね。まあ今までの常識を覆すですね、スパイク洗ったらいけないっていう常識を覆すですね、この 99% 天然成分が入っている、特にまあ汚れ落とし、匂い、まあ、カビも発生を抑えるっていうのもあるんですが、あと注目するところはこの比較用柔軟剤ですね。これは研磨剤とか全く入ってなくて、界面、活性剤っていうのがですねここに書いてるんですが、こちらがかなりの分量入ってるということで、お値段まあまあいいねお値段するんですけど、こちらをちょっと入れて洗うだけでですね、こういった形で皮を柔らかくして硬くならないというところで、匂いも抑えてですね、カビも抑えると。また今度ちょっとシャンプーしてみたいなと思うんですが、今日は商品の紹介をさせていただきますのでチェックしていきます。でもうエコースポーツ用にシール貼ってはいますんで、店頭でこれ確認できるんですが、まずブラシもですね、毛が豚とか馬とかのブラシ毛ではなくて、もう完全にウレタンですかね、ですね、素材がポリプロピレンですね。はい、ちょっと化学性の樹脂なんですが、ちょっと硬いんですが、これ濡らしてシャンプーして洗うっていうところに使ってもらいます。あと汚れ落としとかも硬いんで、今日これ私ちょっと履いてみたいんです、こういった砂とかも取りやすいし、はい、こういったホコリ取るのもこっちのお値段も安いんでね、550円で使っていただけたらなと思います。であとミスト、今日ちょっと使ってみようと思うんですが、匂いがですねレモン系のかなり爽やかな匂いですね。こちらもレモングラスってことで、もう蓋開けただけですごいいい匂いが匂ってきますね。ちょっと匂ってみましょうかね。ちょっと匂いが臭いっていう感じなんですけど、ちょっとカビっぽい、これレビュラのワンなんで、も何年も前なんですが、久々履いたんですが、カビっぽい匂いがするんですが、はい、1回ぐらいしましたね。すっごいいい匂いしますね。わあ、これいいですね。一瞬でレモングラスの匂いが、はい、漂うですね。こちらもぜひですね、シャンプーがまあ大変なんで、基本に普段はこちらを使っていただいて、シャンプーはまあ雨の日とかですね、履いた後とか匂いがきつい時とか、まあ週1回ぐらいはこちらを使ってみていただけたなと思いますので、ぜひこのセットですね、おすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。12月10日発売ゼロプラス、こちらの今日はご紹介でした。以上です。バイバイ。年末綺麗にしましょう。